そろそろ休まないと。こちら失踪者の写真、いずれも頭部を切断され、遺体は現場に放置されている。だが死体を運んだケースもあるのではないか。はい、その可能性も探るべきかと。あれは化け物よ。化け物？倉田さんと、まあ、僕もアクション映画が好きで映画を撮ってるので、倉田さんとやるとなったらやっぱアクションの部分は外せないと。ただもうアクションだけの映画っていうのは散々、まあ、倉田さんが撮ってるだろうし、そこで何かドラマを入れるとしたら何だろうって時に、まあ、一番最初に倉田さんの方からあのラブロマンスのものを作ってくれと。そこにヴァンパイアですよね、ヴァンパイアものの要素が入ってっていうオファーだったので、最初からそれはありました。やっぱりこうなんていうか、ただやるんでアクションをするんじゃなくて理由付けというかね、やっぱりここは、うん、戦うなら戦う、その理由付けがやっぱりないと、うん、ただ体を動かしてるだけになっちゃいますから、あのそういう部分では、まあ、なんていうんでしょうね、ドラマっていうか、うん、そこがやっぱり7割から8割ぐらいあるでしょうね。動きっていうのは2割ぐらいあると思うんですよ、ね。僕は最初はね、加藤夏樹ちゃんで大丈夫かな、多分なんか痛い、私できないってこうやるのかと思ったんですね。そしたらもうどっこいガチンコでこうね、負けてないんですよ。あ、これは久しぶりに日本で誕生したアクション女優かなっていう感じを受けましたね。いろいろ誰にしようかってあの話し合った時にいろいろ候補があった中で、まあ僕が出した中に加藤夏樹さんの名前があって、まあ、多分アクションらしいアクション映画って出たことないと思うんです。その、テイストとしてはアクションだけど、自ら自分が動いて、まさか倉田さんと、ね、距離離れてバッて対峙して睨み合ってまたみたいな、ああいうシーンが加藤さんで撮れたの僕嬉しいし、加藤さんもああいうこと、あ、こういうことになったんだって撮った時思ったと思うし、特に僕みたいなアクション映画が好きだったり、本当モデルガンを持って街中歩いて映画撮ってた人がこういうところまで来れたんで、そういう意味ではよくぞこういうエンターテインメント作品をこういう国際映画祭で選んでくれたと思うし、でこの選んでもらえるんだっていうのをみんな分かった、あ、辻元の作品で東京国際映画祭出れるんだと多分みんな思ってると思うので、そういう映画アクション好きだったりする人も胸を張って志を高く持ってどんどんチャレンジして撮ってもらえれば、もっと僕たちがやろうとしてるエンターテインメントの映画が賑やかになっていくのかなと思ってます、はい。日本ではアクションものっていうとちょっとランクが下的にこう見られる部分ってあるんですね。だからそういう意味ではこうアクションもの、エンターテインメントのアクションものをやっぱりレベルアップもっとしたい、もっとしたいと我々が願っているのはそういうことなんですね。ですから多分日本映画ある視点でアクション映画をセレクト してくれるというのはめったに少ないと思うんですよ、今回も1本しかないでしょうし、はい、そういう意味ではもっともっとアクションものもこのある視点の分野で入ってもいいんじゃないかなというふうには思いますよね。第一発見者は俺や。俺の血を吸ってくれよ。